今回の大いなる日々は日本国内にとどまらず世界にその足跡を刻む笹川会長の記録です。世界人類に対する多大な貢献に対して国連最高位の平和賞をこの度会長は受賞しました。そしてまた天然痘撲滅の父ジェンナー博士の業績を称えて永久にその恩を忘れない記念行事に大きな協力を会長は果たされました。さらに地球をこれ以上汚さないきれいな環境を保とうという国際会議において笹川環境賞を創設、平和の旗手は大きく羽ばたき続けます。6日、今年に入って5回目の海外旅行、スイス、イギリス、ケニアと3カ国訪問の出発です。モスクワを経由しフランスドゴール空港からスイス航空へと乗り継ぐ長旅、途中著名なデザイナーピエール・カルダン氏と対面、挨拶を交わされました。夜の帳に包まれたスイスジュネーブ空港、会長は長旅の疲れも見せず元気な足取りでタラップを降りられます。